痛くないって言ったはんねんけどね、黙ってはんねんけどね、我慢してはるんですよね。ね、これ痛くないって言ったはるんだけど、だいたいこんな感じでワッキーさんさ、こちらに来て触りますよ、さ、うん、同じように痛くないっていうことでこういう感じ、うん、これ、うん、逃げてるのわかんない、うん、痛くないっていうこういう感じね、はい、だみんなのここはちょっと長径でいいからね、ここ触るのね、簡単な触り方っていうのがあって、こうやって、ね、緩めてあげる、ね、ここも緩むんですよ、緩んでるのにこれ硬いんですよ、緩んでるのに硬い、こういうのは全部異常なんですね、はい、うん、だからこういう感じで一回触ってみて、ここに足こうやって置いて緩めてあげる、この辺全部で緩んでるのにこの辺大丈夫、そんなここ痛いですけど、これ痛いですけどね、うん、場所によってこういう痛みがある、その痛みを相手にお知らせをする、で、まず緩めてあげた上でこうやって触ってあげたら、長径靭帯結構我慢してはるんですね、うん、痛いです、はい、痛いです、うーっ、これ結構ボロボロなんだよこれ、ね、まあ、ちなみにね、じゃあ、こっちの方も見てみようかな、背骨を挟んで手前側ね、ここすごいですよ、これうわ、これはね、なんていうの、いいんですよ、マスターコースしてる人、こういう逸材がいないから、セミナーだからこんなボロボロな人が多いわけね、だからすごいチャンス、もうみんなこうやって体この状態を見といてあげたらいい、ごっついこのここの両方の筋、いつも感じたらこの痛みじゃない、あ、そうです、この痛み、そうです、 OKOKOK、 この痛みね、うん、ちょっと見てあげて、チャンスチャンス、みんな変わるからうん、塾先生治療科このダンガリのシャツがおしゃれな、ダンガリじゃないですか、ダンガリ25、6年前に流行ったよね、うん、メーカー、まあ、メーカーじゃん、こういうジーンズジーンみたいな感じの、こんな感じで取れたらどう？だいたい3秒ぐらいでね。変わったらわかる？こっち。背中のコリが変わった。まあこう見てみたらわかるね。ここ。わからへん。もう一回触るぞ。痛くない。じゃあみんなもこう触りに来て、ここね、ここのこの。さっきやったあのコリコリのしこりがどうだったのか、うん、見立てお願いします、ばあちゃん亡くなってる、めちゃくちゃ飲みますね、やわらかい、こちら特に凹んでます、一番ちなみに反対も触ってみたらいいよ、左側と右で全然違うから、まことさんどう、右と左違うよね、ああ違う、こっちが一番そうだね、まだその辺はちょっとまだ浅いと思うけどな、ここは意識したのは、あの両方腰筋はそんな意識してなくて、背中のしこりだけなんで、これこういう
こう、お尻に。痛い、痛いってこれ。これ、痛いね。でね、もうね、バカになることですよ。バカになるっていうのは、できないと信じてる人にはできないんですよ。これ取れると思ってる人は取れるんですよ。例えばこうやって同じようにやりますからね、マグロさんね。まだちょっと痛み残ってるよ。でも、もう半分近くなってきてるね、痛みが。なんで？え？ほら、今日ワークしたやん。気候のワークよ。だから、こうやってポンポンポンってやったら取れるよ。一回見ていくよ、同じよ。全然違う。変わってったでしょ。で、ここはね、やっぱり押さえとくべきとこなんだけども、ここのもうお尻変わってでしょ、形が。で、ここの反対、陰と陽ですね。で、気で言うたら、ほら、陰と陽を考えていかないといけないね。例えば、右見たら左、ね。あるいは、上見たら下、ね。みんなこう、陰陽のバランスをとっていきます。だこういう場合、例えば今、体を触った限りで言うと、誠さんの場合は、こっち痛いのもあるんですけども、こっちはもっとだね。ここら辺とか、この辺とか。カチコチになっとるよ、これ。腹も、腹も。で、こういう場合は、まあ、できたらね、今日はそれどうかと思うんだけども、ね、ストレス抜いてあげる、こういう場合。誠さんみたいな感じの。職業的にもやっぱり溜まりやすいし、ストレスって自分で自覚ありますか？ないよね。ないけど今日一日中ずっと思ってて、顔見てて。すっごい抱えてはんねんなって。そうそうそう。わかる？顔見てて。わかる？わかります。頑張ってはる感じ。頑張ってはる。本人はもう全然気づいてなくて、で、気づいてないけど溜まっていってんねんね。で、そういう人ってほら、教師打つ多くない？多い。なんで？自分が溜まってることに気づかずに、どん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 溜め込んでいくよね。溜まってることが分かる人は解放できるんですよ。でも、溜まってることが分からへん人は解放できない。どん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 溜まって、溢れ出してるわけ、ストレスが。体からどん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 溢れ。体の中の、これはストレスなんですよ、実は。この痛みっていうのは。だから、これ変わっていったら分かる？緩んでったでしょ。で、こういうのも取っても実は意味ないんですよ。いや、もし原因がストレスだったら結果だけを変えて治りますか？じゃあストレスにアプローチしていってあげないといけない。ちょうど昨日か一昨日かのストレスやりましたね。やりました。で、今度こっちね。もうこれもそう簡単に。これだけ。もう一回触ってみる。ほにゃほにゃなんていう。ほにゃほにゃも簡単でしょ。だから自分の思いを難しいなと思った瞬間に、その人は簡単なことを難しく処理してしまう。でも難しいことを簡単だと思ってやる人は難しいことを簡単にしてしまう。ね。こっち見てないから、こっちもちょっと多いんだけどね、これ。ポップコーンしてる、これ。はい、スーッと。スーッと。はい、皆さん見てみて、こっちから。どう、誠さん。全然違います。こっち見てもいいですか？あ、いいよいいよ、見たって、はい。もう本人に分からせてあげる方がいいからな。これはちょっともうすでに。はい。おぉ。すごい。触ってる方がいい。すごい。何をすればね、楽になり、何をすれば苦しになるのか。
そういうのをね、ちゃんとね、患者さんに教えていただけないとね、あの、またどん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 ストレスを溜め込んで、体をこのようにするから、ね、ワッキーさんの今手術で失敗して足が冷たくなるっていう人は女性ですか？男性？ああの女の人です。女の人。うん。見てみないとわからないっていう部分があると思うけどね。多分ね、この辺の下あたりを見てあげて、そこの痛みを感じ取ってあげたら。その人は見ないとわからないけど、多分ね、今思うのはそこを言ってから、ね、一番見えますね。左手と左足使って、起き上がってみて、左手と左足使っていいから、で、左手と左足で、エネルギーが苦しい状態ではこういうふうに自由にならないんですね。だから次ですね、多分押さえた時に感覚でわかると思うんですけども、右足と右手使っていいから起き上がってみたいし、右足右手使って、右足逆です。逆でこっちこっちか、こっちとこっち、こう違う違う、反対にやります。こう、あ、そうね、こっちとこっち、はい、これで起き上がってみて、起き上がって簡単に、うん、さっきも間違ってたからちゃんと分かるんですね。こっちとこっち使って、力入らないでしょうね、うん、じゃあ今喋りながらやりましたけども、本来ね喋ってなかったらここを3秒ぐらいでしょ、ね、でまあ、ここ実質まあ5秒ぐらいかな、でここまあ3回やりましたけど1回でも十分だと思います、全部で1分以内で結果を出すことができます、うん、そういうような感じで、まず大事なことなんですけど、相手に認識させてあげるんです。自分の体がどういう状態なのか、